ペゾルトの弓を演奏してみたいと思います。まずこちらですが PA366VR、 こちらを演奏したいと思います。弾いた印象としましてはとても力強い、なんていうか高級感のある音色がする弓だなというふうに思いました。こちらの弓なんですけれども、フロック、この弓の、元の部分ですね、こちらに、シルバーが使われておりまして、高級感のある弓です。で、低弦が特に、鳴りがいいなというふうな印象を受けて、演奏しておりました。では、もう一本、同じペゾルトの弓を演奏します。こちらを演奏してみたいと思います。こちらは PA462VR演奏します。先ほどの弓と比べますと、先ほどがとても力強い音色がしたのに対してこちらは少し上品なというか柔らかい、音色がするように、感じました。低弦から、高音、低音から高音までまんべんなく、こう鳴りがいい、遠くに飛んでいくようなそんな音が、するなというふうに感じました。こちらの弓の特徴としましては、この弓の先端部分のチップという部分だとか、元のフロック、こちらフロックの裏なんですけども、通常は貝が、つけられていることが多いんですが、こちらはすべてシルバーが使われており、とてもより高級感のある、弓だなというふうに思います。とても2つとも弾きやすい弓で、力をこう乗せたとしても、負けない弓、圧力に負けない弓だなというふうに感じました。とてもおすすめな弓です。ぜひ試してみていただきたいと思います。